日本の不思議。なぜどうして昔の人はどんなおしゃれをしていたの例えば、1万年以上も前のお墓から耳飾りや腕輪などのアクセサリーが見つかっています。それぐらいおしゃれと人は切っても切れない関係だったわけです。 ただし時代によって流行は変わりますどのように変わっていったのでしょう1600年前古墳時代大きな石を使った耳飾りペンダント腕輪ふわりとしたロングスカートを紐でまとめてトレンドは鮮やかな顔の化粧とゆるいお団子ヘアスタイル 1000年前、平安時代。自分の身長より長い、スーパーロングヘアーがお約束。顔は後ろいで真っ白に、超重ね着スタイル、十二一重で個性を出して、おしゃれで戦う。それが平安女子。400年前、安土桃山時代。 いつ国がなくなるかわからない戦国時代。逃げやすいよう外出時の着物は動きやすさが絶対条件。シンプルな形でも金や銀の派手な模様で高級感を演出。200年前、江戸時代。誰もがおしゃべるおしゃれを楽しめる、それが江戸。木綿の着物に艶やかなかんざしなどの小物。 さりげなくポイントも、結婚したら歯を黒くする定番のおしゃれも抑えておきたい。100年前、明治時代、西洋の服略して洋服を着こなせばモダンガール。短いスカートで大胆に足を見せても飾りのついた帽子と日傘で白い肌はキープするよ。 日本の城と外国の城は何が違うの殿様が住むような日本の城とおとぎ話に出てくるような王様の住む外国の城。パッと見た感じだと全然違いますが、意外と似てるところも多いのです。700年ほど前の日本の城。 天守。城の中心にある一番高い櫓で、城のシンボル。立派だと殿様の力を自慢できる。石垣。城を守るための壁。石を積み上げて作っている。綺麗で丈夫な石垣はまさにプロの技。掘り。城の周りを掘り、水を流したもの。 敵を簡単に城を入れないための工夫。700年ほど前の外国の城。パラス。城の主などが住む場所。細長い形は地震に弱いので、日本の城ではほとんど見られない。村。外国の戦いは武士だけでなく、村人も殺されるので、 城の中に村を入れて守ることも必要でした。外門。こちらは城の入り口。村もあってたくさんの人が住んでいるのに門は小さく数が少ない。城壁。石で作られた壁。